こんにちは。テレビハメラの時間です。桜の花が終わりを告げ、変わってチューリップで街中がいっぱいになりました。市内に咲くチューリップはおよそ30万3000球、その3分の1が昨年の秋、花いっぱい運動で市民の手によって植えられたものです。半年の間大切に育てられてきた球根が桜の終わりを待っていたかのように一斉に花を開いたといった感じがします。それではテレビハムラをお届けしましょう。まずは今週のメニューです。出来事の最初は、障害者や高齢者向けの住宅も建てられる市営住宅の起工式の話題です。続いては中学生の給食体験ボランティア。中学生がお年寄りに手作りの食事を届けました。4月1日平成6年度羽村市新入職員の辞令交付式が羽村市役所で行われました。4月2日には日野自動車羽村工場で恒例の桜祭りが開かれました。郷土博物館では企画展93寄贈品展が開かれました。続いて動物公園と保健センターからお知らせをお届けします。今週の特集は学校給食ができるまでです。羽村瑞穂地区学校給食センターの一日の仕事を諸星ディレクターが取材しました。それでは最近の出来事です。3月30日市営住宅の起工式が羽根2449番地の建設予定地で行われました。この市営住宅には全部で12世帯入居しますが、一般世帯6戸のほか、1階に高齢者住宅4戸と障害者住宅2戸が建設されます。具体的にはどんな住宅が建つ予定ですか？全部で12世帯なんですが、一般が6世帯、それと高齢者が4世帯、障害者が2世帯の集合住宅なんです。で、それぞれが用途が違うものですから、1階の部分に障害者の2世帯、それと高齢者の4世帯を配置します。上は、一般住宅になるわけですが、一般の形が 3LDK、障害者の1階の部分の構成は1棟あたり 2LDK と 3DK とちょっと間取りが違うんですが、そのような配置になっております。で、高齢者の方は、2DK になりますか。それを作る予定です。特徴としては、この場所が単なる集合住宅で終わることなく、市営住宅の意味といいますかね、それぞれの家族の構成が違う中でですね、コミュニケーションが図れるような、例えば一般の世帯の人が高齢者に目を向けたり、障害者の方に手を携えるといいますかね、そんなものがここで発生すれば素晴らしい市営住宅になろうかと思います。3月31日春休み中学生給食体験ボランティアが行われました。はい、この給食が始まって以来初めてのことでございます。おそらく今日をはじめとして画期的な出来事と思っています。この催しは羽村市の社会福祉協議会と老人給食のボランティア活動をしている給食グループちぐさが協力して初めて開いたもので、9人の中学生が参加しました。羽村市内には週に一度の給食を楽しみにしているお年寄りが80人います。この日はそのうちの23人に届ける給食を作りました。今日のこの催しなんですけれども、特に中学生に参加してもらうということにはどういう意義があるんでしょうか？やはりね、今核家族が多いでしょ。ちょっとお年寄りの良さ、お年寄りの大切さということがあんまり触れ合えないから、子供の頃にわからないわけね。だからあらゆるチャンスにお年寄りの大切さ、それからお年寄りとどう接しているか、その心遣いができる心をね、子どもたちに養ってほしいのね。だからやっぱりこういうものを作りながら一緒にやると、お年寄りというものの
価値観が子どもたちにも分かるんじゃないかなと思って、そんな感じです。見て、ほら、あら、いいじゃない、20種類入ってます。20も入ったの？20種類、あとオレンジが入った。自分たちで作った給食を早速お年寄りに届けます。あー、綺麗だ美味しそうだ、どうもありがとう。食べてください。温かいですね。心強いですよね。で、グアートがみんなね、来てくれるしね、本当ありがたいです。うん、じゃあ、ご飯届けに来るだけじゃなくって、その間もちょいちょい来てくれるからね、とっても嬉しいです。年寄りって言うとみんな嫌がるでしょ、今若い人はね。今日はでもどうですか、中学生の。お嬢さんたちが作って、うん、さっき今ね、コミュニティセンターで作って持ってきて、みんな上手にできてね、美味しそうにできています。嬉しいです。ありがとうございました。すみませんでした。4月1日、羽村市役所で平成6年度新入職員の辞令交付式が行われました。今年度の採用職員は全部で22人。一般事務職のほか、高齢社会や児童福祉の充実に対応していくための専門職として、保健婦や栄養士、ほぼ調理員がいます。新入職員は一人ずつ井上市長から辞令を受けました。私はここに危険が国民に損することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く誓います。市民への奉仕者、全体への奉仕者という考え方のもとに行政の事務が行われておりますし、その一人の方にそのような考え方で努力をしていっていただくというのが私どもの務めでございます。4月2日、すっかりおなじみとなった日野自動車の桜祭りが羽村工場で開かれました。この日は桜の開花にはちょっと早く、花は見ることができませんでしたが、日常雑貨や食料品などのバーゲンセールやイベントが行われ、1万3000人の市民でにぎわいました。ガチャポンつかみ取り50円、50円で50円。ダメだった。はい、桜です。やめろ。50円、今持ってんだからやめろ。50円。はい、いい感じですね。はい、今日は何か買われる予定とかあります？いや、今いろいろ買いまして、焼きそばとか買って、これからお昼にしようかなと思ってるんですけど、はい、じゃあ楽しんでください。どうも。みんな財布持ってますけど、何を買われる予定ですか？これから輪投げとかイカとか食べ物とか輪投げとか。今日来たのは初めてですか、ここには？いや、違います。毎年来てるんですか？はい、初めてです。どうですか、感想は？安いと思います。このお酒は無料で、無料サービスですか？もちろん。お祝いだもん、今日お祝いどうですか今日の人の出は？人の出最高。飲んだら乗るな。な最近の出来事をお届けしました。さて、郷土博物館では3月10日から30日まで企画展93寄贈品展が開かれました。これは博物館の研究や子どもたちの学習に活用していくため、市民の皆さんから寄贈していただいた品を今回企画展として公開したものです。ご覧ください。
続いてこれからのお知らせです。最初は動物公園で行われるゴールデンウィーク期間中の催し物についてお知らせします。まずはお花見情報。動物公園にある千本のボタンはゴールデンウィーク頃に咲く予定です。園内には61種類のボタンがあり、白やピンク、紫や黄色といった色とりどりの花を咲かせ、見る人を楽しませてくれます。続いては鯉のぼり大会です。市民の皆さんから寄贈していただいた100本の鯉のぼりが動物公園の空を泳ぎます。鯉のぼり大会は5月8日まで楽しめます。5月5日は子ども感謝デーです。この日は中学3年生までのお子さんの入園料を無料にします。ひょうきんな人気者ワオキツネザルに赤ちゃんが生まれました。2月14日生まれのこの赤ちゃんはワオキツネザルには珍しい双子の赤ちゃんです。今のところ性別は分かりませんが、園舎で元気に遊んでいます。はい、ワオキツネザルの赤ちゃん、なかなか可愛かったですね。ところで動物公園からもう一つお知らせがあります。動物公園では今年も動物への愛情や思いやりを気持ちにした標語コンテストを行います。応募された作品からは優秀作を5点選び、全国大会に羽村市動物公園代表として出品します。募集期間は7月31日日曜日までです。受付場所は動物公園のサービスセンターです。応募者全員に参加賞を差し上げます。動物公園にお越しの際にはぜひご応募ください。皆さんもぜひ春の動物公園にお出かけください。続いては保健センターから乳がん検診の申し込み方法変更についてのお知らせです。乳がん検診は今まで保健センターの窓口で申し込みをしてから医療機関に伺っていましたが、4月から直接医療機関で受診できるようになりました。対象は30歳以上の市民の方で、費用は無料です。内容は問診、視診と医師による触診です。乳がん検診を行っている医療機関はご覧の通りです。検診時間は医療機関によって異なりますのでご注意ください。受診の際は念のため健康保険証をお持ちください。また検診結果は医師から直接お話しします。詳しいお問い合わせは羽村市保健センター電話 55-1111 へお願いします。ところでちょっとこちらをご覧ください。これはコミュニティ振興公社で作成した武蔵野手打ちうどんに挑戦というビデオです。うどんを打ったことのない人にも楽しく手打ちうどんを味わってもらえるようにテレビ羽村が協力して作りました。このビデオは4月20日からコミュニティセンターで貸し出しを始めました。またうどん作りの道具も貸し出していますので、ビデオと一緒にご利用ください。それでは特集です。今週は学校給食のできるまでです。羽村瑞穂地区学校給食センターでは小中学校の児童・生徒を対象に1万200食の給食を作っています。今回は普段見ることのない給食センターの1日の仕事を追いながら給食のできるまでを取材しました。ご覧ください。羽村瑞穂地区学校給食センターは羽村市と瑞穂町にある小学校と中学校の給食を作るため昭和47年に開設しました。その後児童生徒の増加により昭和54年に第二学校給食センターが開設しました。子どもたちがいつも楽しみにしている給食、今日はその給食センターの一日の仕事を紹介します。
給食の献立表は1ヶ月に1回栄養士によって作成されます。この献立表を各学校の給食担当の先生が集まって検討します。次に見積もり合わせによって業者を決定します。そして給食物資の注文となります。朝の入荷の様子です。研修ホールに野菜が届きました。入荷された品物を係員が入念にチェックします。下処理室では下処理が始まっています。これは人参や玉ねぎなどの皮むき器です。何をしているところなんですか？これは短冊切りですね。人参の短冊切りです。なんかコツみたいなものはあるでしょうか？刃が短冊になってますから、もう野菜を入れれば短冊になります。こちらでは今日のデザートのリンゴが皮むき器にかけられています。処理が終わると調理にかかります。今日のおかずは何でしょうか？今これは何をやってるところですか？これはね、ハムにね、衣をつけてるんですよ。自動的に衣がついてくるんです。自動的にね、衣がついてくるんですよ。ベルトコンベアみたいに流れてる。そうですね、流れてね。これはミキサー、小麦粉をカレー研ぐ機械で、さっきのハムの唐揚げの衣にの方です。はい。蒸気釜では今日のおかずが作られます。この蒸気釜一つで約800食のおかずが作られます。この他にも揚げ物機、焼き物機、蒸し物機などを使って魚や肉を調理し、いろいろなおかずが出来上がります。
こちらでは出来上がった給食をクラスの人数に合わせて分けています。クラスごとに分けられた食感はベルトコンベヤーによってコンテナ室に運ばれます。配送準備が終わると学校に出発です。学校に着くと配膳員さんたちによって各階にコンテナが運ばれます。さあ、楽しい給食の時間が始まりました。学校から食器が戻ってきました。使った食器は最初に石鹸液で下洗いをします。そして蒸気のたくさん出る洗浄機でもう一度洗います。
洗った食器や食感は消毒保管庫の中で次の日まで熱風消毒されます。こうして学校給食センターの一日の仕事が終わりました。羽村瑞穂地区学校給食センターでは小学校の給食を6700食、中学校の給食を3500食、合わせて1万200食の給食を作っています。成長の盛んな小中学生には栄養価の高いバランスの取れた食事が必要です。みんなで同じ食事を楽しく食べることで正しい食生活を身につけてほしい。これが学校給食センターの願いです。給食作りが今ではすっかり機械化されているのにはちょっと驚きました。給食センターの仕事は待ったなしの大変な仕事ですが、子どもたちの喜んで食べている様子を見るとやりがいのある仕事だと思います。今市内の道路や公園ではチューリップがたくさん咲いています。羽中4丁目の水田では20万7000球のチューリップが今満開です。今週は4月17日に撮影したチューリップの映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。失礼します。